ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、どうもみんなでーす。ちょっと待って、リョートだよー。お前もリョートで行く、お前もリョートで行く。うるさ、大声大会じゃないんだから。ということでね、騒がないね。始まりましたデコボコトラベリングのビッグスモールですけれども、デコボコがいないじゃない。いやいや、どういうことよ。俺宮城に今日急に電話かかってきて、あの僕、違う、ボクサーのだから、俺も前日になんか、りょうとか、三重県ごめん、明日ちょっとラジオ出てくれないって言われて、いや俺もあいつをさ、ちょっとなんかいろいろゲストで呼んだりとかして、ちょっとなんか悪いなと思って、ちょっとだから俺もあいつに絶対嫌だって言ったんですよ。あ、嫌だって言ったんだ。嫌だって言ったんだね。うん、でもなんかやっぱりね、僕の両親っていうものもありますから、ちゃんとちゃんと来てあげましたよ。今日は来てあげたってことで、今日はちゃんと。一回りょうとの声やって。あのさぁ、三宅健さん、鷹の爪だみたいな声じゃないでしょ。こんなカクカクのアニメじゃないですか。はい、どうも。あ、リョートだ。ドラえもんじゃないですか。リョート、仕事の皆さん、学生の皆さん、お疲れ様です。リョートだ。こんな感じなんだ。ちょっと似てるな、でもやっぱり上手だ、ね、ちょっと似てますね。すごいな、ミキサー自らモノマネするラジオ。ミキサーがバンバン入ってきます。バンバン入ってきますからね。3人でやりますからね。はい、ということで。名前を。はい、僕は、昨日もね。そうか、昨日もやったのか。順道でやりました。カマルの三宅健と言います。よろしくお願いします。クーター進化の荒垣翔里です。ああ、クーター進化の方ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、だから急遽さ、今日、そうだよ、翔里さん呼んでさ、お前急に電話してきて。しかも今日、あのテレビのロケ、ロケ終わりでね、ロケで、あ、ロケがありまして、今日カマルで。その終わりでロケの挨拶、みんなにお疲れ様でしたっていう挨拶終わってないのに俺に電話してるから、じゃあもう一刻も早く勝利さんを捕まないと。このロケの挨拶の時間を、勝利さんすぐ逃げるじゃないですか。電話すぐ捕まえないと。いやいや、カニみたいに言うな人の。だから勝利さんにすぐ連絡して、ちょっとだから挨拶も終えてなかったから。そう、俺挨拶お疲れ様でしたって10分ぐらい待たされてね、なんか無駄話とかも。そしたらプロデューサーが、番組ディレクターか、ディレクターの下地さんが、はいはいはい、中地にちょっと、若手で、ちょっと A ランチにこうスタジオメンバーとして、こう出てくれる人はいないのかみたいな、そうそうそう、そういう話になりまして、そう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 、でどういう中身だったら出れるのみたいな、そしたら中地が、港さんはなんかプロレスとか好きですよ、はいはい、プロレス好きですね、そうそう、で中地は自分は結構先輩に怒られますよみたいな感じで、こう若手芸人をどん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 こう紹介していったんですよ、デコボコとか、あの俺の名前を出さないね。あれなんでなんでしょうね、びっくりして、だから俺電話繋いだままで、そのまま全部聞こえて、全部丸聞こえるの、変われ中地にって叱りましたけど、俺の名前を出さないの。そう、全然出さんかったから。どうして、で、三宅も出さないの。俺はもう中地にもう全部全ダメだよ。じゃ委託してるから俺は、勝利さんはって言ってあげないと、そういう時は。ほんでもう俺だけ A ランチ出れないでしょ。ごめん、僕も忘れてました。電話しながら。あ、俺のこと忘れてたの。電話しながら、ね。電話先にいたのにもかかわらず。電話先にいたのにもかかわらず。忘れてたんだ。もう最悪だわ、このコンビマジで。火曜日めちゃくちゃにしてやろう。ねえ、やめれ。ちょっと待ってください。ちょっと待って。FM 技能の特番で名前が勝利と三宅の勝利の法則になってます。ダセーんだって。じゃないよ。勝利と三宅の勝利の法則。俺要素一切ないじゃないですか、これ。本当だ。もう勝利さんがメインパーソナリティみたいな、なんか。本当だ、本当だ。まあまあでもそう言っても過言ではない。過言だ。過言であれよ。ちょっとみんなに挨拶しよう。はい。なんすか。全然ね、ね、まあまあまあお願いします。じゃあちょっと楽しみになってきたな。かこのちゃんこんばんは。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 シュプリムさんこんばんは。ボボ
ほぼブラジルです。うるさいよ。雑だな返し。俺らだってほぼブラジルって返し。俺らの状況見て。うるさいよ。誰が南米の風よ。間違えてないですよ。さようならって言わないでください。そのまま見といていいですからね。コウタ君こんばんは。こんばんは。沖縄もちちさんこんばんちゃ。こんばんちゃ。コウタ君おやおや、デコボコトラベリングじゃなくて三宅君と勝利君って言ってますけど、そう今日ちょっとねなんか最初でこんばんは言えてるってことは別にこれ後からですよね。そういや後付けですよ。後付けでやってますよね。最初で気づいてるのに、気づいてるのにちゃんと挨拶してくれるっていうこういう律儀なコウタ君、僕は好きですよ。めっちゃあげるやしよ。僕は好きですよ。FM ギノワン特番勝利と三宅の勝利のケルベロス。どういうこと？出せんだって。結局俺メインっていうね。俺のもこの犬王子をもう。これ何？ケルベロスってことはこの顔3つあるからこの3人でやりましょうみたいな意味ですか？絶対違うの。ね後付けじゃないですか。何これ顎しか後付けやし。あとベロって感じがなんかエロさを感じる、ね。感じないよや。中二やし。中二やし。感じないよや。発想中二やし。エロさもうちょい出し方あるだろだったら。あすみさんこんばんは。こんばんは。明日デコボコ見に行ってくるわって言って。そうなんですよね。デコボコが今ライブでね。うん、東京にライブしに行ってまして。前田夏樹さんもなの。そう夏樹さんもね。すごいね。夏樹さんと亮とは。K プロ。亮とじゃない。帰りも行ってるよ。ごめんごめん帰り。おい帰りごめん。最低だなマジで。帰りマジでごめん。リョートがね。あのもうデコボコイコールリョートに俺の頭でなってる今も。絶対ダメです。ネタとかは帰りが作ってるんですから。だからそうですよ。はなになになに。怖っ。はなにこれ。FM ギノワンのあのスモーク。草。これ。結構有毒。初めて。いやいや、だって俺らのリスナーの正規さんはこんなのしないもの。いやいやいや。ドローンも飛ばせ。煙放置機は大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？煙探知機は。これすごい。ドローン持ってきた方がいい？なになになに？ドローンも持ってきた方がいい。ドローンもちょっと飛ばしてじゃん。違う。お願いします。なんで？ちょっと見たい。あ、ドローンやばい。いやいやいや、ラジオ生ラジオですよこれ。スモークも伝わるし、ドローンも伝わらないっすよ。テンション上がるこれ。上がるかや。すごいな。どういう放送なんですかこれ。デコボコいないから自由にしていいみたいな。まやさん、小ゆい系のイケメンのお二人さんこんばんはって来ました。そうなんですよね、もう小ゆい系でイケメン、もうだからさ、最近さ、三宅そうなの、イケメンなの。イケメンだろ。なんでお前は自負してればイケメンっていうの。三宅はイケメンなの。いやいや、イケメンでしょ。でも三宅モテるもんね。どっからだ。本当に、意外とモテる。いや、意外とモテるんすよ、僕結構。結構いや、三宅の話はいいんですけど、デコボコの話か。デコボコの話なんす。帰りはさ、ライブにね。そう、まあみんな行ってるんですよ。ね、俺らも出たんすよ、K プロさんのライブ。おお、すごい。その NHK で、東京でね、NHK の番組に出させてもらった時、はい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 、K プロさんのライブにも出演させていただいて。あら。どうでしたこの沖縄、まあ沖縄のお笑いっていうかね、まあ、うん、いやだからやっぱちょっと違いますよね。あ、空気感は全然違う。やっぱちょっと違うんですよ。客層とかはどんな感じですか。客層若いね。でもやっぱり若いんだ。やっぱり内地は沖縄のライブもまあもちろん若い方も来てくれたりしますけども、うん、なんか全体的に若い。へえ。お客さんがそうなんですね。そう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 、すごかったね。わあ。結構若手いっぱい出て。え、だからこの本当に内地でも結構、いや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 もおかしいでしょ。いやって言ったら失礼だけど、いやってあんま知らん人たちばっかりのライブではあって、まあ K プロっていうのがそもそもその予選ライブみたいなのがあって、はいはいはい、それをこう勝ち進んでいくにつれてこうどんどん有名になっていく。三四郎さんとかそこで爆発的にヒットして、それで売れたんですよ。はいはいはい。だからライブで本当に面白い芸人を決めようじゃないかみたいなのがちょっとコンセプトというか。だからこのデコボコたちもこういうこのライブに出てるってことなんですかね。そうそう。でも俺違う、あの俺らの時もそうだったけど、多分ゲスト出演みたいな感じで沖縄から来てくれてますみたいな感じで出演させていただいたので、デコボコたちもそういう形じゃないですかね。あー、そんな感じで。でもすごいっすね。すごいすごいすごい、これはいいよね。めちゃくちゃだからね、ライチのね、K プロっていうのもそもそもそのファンの方が、お笑いファンの方が立ち上げたライブなんですよ、うん、へえ。ファンが本当に面白いのやりたいっていうことで、
別に事務所かどうこうとかではなく、もう本当にファンの方がこういうの見たいっていう、そうそう、小島さんっていう方がこう立ち上げて、はい、ファンのリーダーとなって、でそれでだからファン自らこうアポ取ってライブ出てくれませんかみたいな、あ、すごいな、して今これぐらい大きくなってるから、へぇ、これ本当にすごいと思う。だから本当にもうこのファン目線から見る、ファン目線っていうかお客さん、お客さんとして見る目線、そう、うん、として見るこのね、本当にそうそうそう、お笑い、うん、お笑い、まあ、クーターはあんま受けなかったですね。嘘そうなの全然でした。やっぱなんかすごかった、やっぱレベル違うよね、レベル高いなって思いました、内地は。あ、そうなんです、もうテンポとかもやっぱりテンポもいいし、なんかコントの設定とかも特殊だし、はいはいはい、なんかやっぱ見せ方とかもやっぱ上手ですよね。わー、だからその内地に行った時にその NHK に出てた芸人さんとちょっと話して、うん、させてもらったんですけど、月に20本ぐらいライブがあるらしいね。へえ、舞台に出る機会20本もう、うん、余裕で。だ10本以上は普通、10本だったら少ない方みたいな。だからなんか芸人ってなんかなんていうんですかね、まあ2つに分かれ、2つに分かれるでもなんかなんか事務所側がね、なんかメディアに売り出していくか、そういう舞台で育てるかみたいな、はい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 、あるよね、そういう方針みたいなのあるじゃないですか。みんな大体それぐらいやってる。へえ、 20本ぐらい、大きな、すごいっすね。やっぱその環境も違うからさ、うん、自分たちの劇場持ってたりするじゃないですか。そうですね、事務所大きいからね、うん、だからすごいなって思うんだから、だから内地行くとめちゃくちゃこう刺激受けますよ。でこぼこ、いやだからデコボコもすごいはずよ。ちょっと今年のデコボコはなんか違うんじゃない、また来ると思いますよ、皮むけてくんじゃないの。あーね、ちょっと楽しみっすね、デコボコ。カマルも行けよ。カマルもね、ちょっと来年に先にブラジルとかの方がいいかも。なんでよ顔的にブラジル受けするネタ持ってないからなんかサンバ、サンバ踊ってぼやけばいいんからなえじゃない、やればサンバとかやればドローン来てますけど、いや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 、あ、すごいすごい、かわいいね、ドローン。ドローンさ、ね、前も僕あの一人で放送やった時に飛ばしたんですけど、およく一人でやったなというか、だから本当にやることなくても、うん、最終的にドローンに助けを求めるっていう設定がうまくいけない設定がうまくいきませんドローンの設定うまくいきませんどうでもいいんだよ、ドローンの設定とかは。俺もドローンしていい、俺もドローン、ちょっと待って、俺もドローンしていいじゃないわ頼みますよ、本当ミキサーいなくなったら CM も流せませんから何もできないですけど本当です、お願いしますいやいや、はい、じゃ流せるような環境を作るな関さんやりますね慣れてるよ、その環境に。ちょっとタバコ吸いに行ってくるからCM のボタン押してて関さんやります。すごい丸投げされてんだ。投げされますね、いいですね。読みましょう。これやめろ、ちょっと、おい、スモークさ、すごいな、これマジでめっちゃすごいんですよ、こんな放送局ないでしょ。これいくらぐらいなんですか。4万、40万、4000円、少ないですか安っ、めっちゃ安いですよね。私物です。普通に家に欲しいんだけど。私物なんだ。私物置くなよ。ちょっとやっぱ匂いがすごいな。でもすごいな、このさ、あの後で見てほしいんですけど、このスモークがブシャーって出た後になんかちょっとだけなんかポコポコみたいな感じでちょっと出てくる時があるんですよ、うん、なんかちょっとエロいっすよ知らんよや。だから後で見てくださいね。野犬のエロトーク嫌なんだ。何、これも見せてあげないとっていう。あ、ちょっとね、勝利さんに何何何何ちょっと部屋が暗くなりましたけど、いろいろあるね、これマジで、はい、ちょっとこれはね、ちょっと僕たちも3週4週連続ぐらいこの環境でやりましたから。マジで？めちゃくちゃいいっすよ。準備してる間あれ読みますか、ツイキャス見ましょうか。ちょっとコメント読みましょうか。ひろきさん、こんばんは。中学の後輩と高校の後輩。え、中学の後輩なの？僕そうなんですよ、地元が一緒なんですよね。マジで？与那嶺さんとは。そうだ、俺だから与那嶺さんの後輩なんですよ。へぇ、で、あれも、カデケン、カデケンもカデケンさん、カデケン、あ、なになにこれ、なにこれ、すごいイルミネーションみたいなのがすごい。これ見て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 、これやばいだろ、これ。 EDM 流してほしいもんちぇちぇちぇ、セルフ EDM やめてください。誰がアカペラで EDM 流すの。
ブシブ。うるさいな。初めて聞いたよ。やばいだろこのラジオ。だからラジオですからねこれ。すごい伝わらない、ね。伝わらないですからね。なんか今スタジオにスモークとイルミネーションが。ツイキャスならまだしもさ。本当にラジオで聞いてる人はびっくりですよ。なんのこっちゃですよ本当に。煙いなここ。すごく煙い。すごいな。すごいですよね、だから。やばいな。全部あのキャンさんの私物ですからねこれ。キャンさんの私物っていうのがすごいなまたな。恐ろしいよ。こっから出てるんだ。すごいなこれ。うわ楽しい。今日特番ですからね。特番ですからね。うん。だからちょっとさ、宮健と勝利の、勝利のケルベロスですから、ね。出せ出せ。改めて出せ。だからさちょっと後半とかさちょっとデコボコにちょっと電話もマジでつなぎたいなと思ってまして。そうなの？そうなの。デコボコ誰と言ってんの？マネージャーとだけ？マネージャーといやマネージャーだけかな？マネージャーだけ。マネージャーと夏希さんと言ってるみたいですよ。電話するんだ。なんかいろいろ回るみたいですよ東京。ちょっと楽しみ。ねえちょっと後で電話してみましょうか。そうですかね。じゃあちょっと一旦 CM 入りましょうか。はい、お願いします。 CM ちょっと後で聞こよーとちょっと光さん、私は勝利くんたちに出会う前はお笑い芸人に興味がなかったので本当に出会えて嬉しいです。ありがとうございます。俺のおかげね。それやめて。ってってマリオがジャンプするときいやいやしないよ。やらんでいいよ。いよいよマリオやし、いよいよ。デレデレデレ。いや地下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 ステージはいいから。暴れてるな。いやこんな日ぐらい楽しまないとね。そうっすよ。特番ですよ今日は。だって俺昨日体調不良で早退したし。そうっすよね。そうなんだ。僕たちカマルの放送実行委員会はあの社長が直々にミキサーしてくれましたから。ああ俺らの時もあった一回正規さんがお休みの時に。お前でっかいな。お前ちっさいな。デコボコトラベリングのビッグスモール。これがねつまらないんですよ。このねやっぱそのジングルがもうつまらない。いやいやいや絶望的。個性は出てるさ、ちゃんと小さいと大きいでデコボコっていう。確か俺らだったら出ないな。ちょっとやってみる。お前濃ゆいな。お前も濃ゆいな。なもう出ない。どっちがどっちかよ。もう出ないよね。どっちも濃いけどだからかぶってんだよ。濃いのが。そうだよな。濃いのがかぶってんのよ。言ったらでもクーター進化もそうだけど。まあそうっすね。クーター進化でやってる時点。クーター進化でやってる時点でもう濃いっすからね。なんすか？出すものが濃いの。出すものが濃いのとかやめよう。今日はそういうのなしでいこう。濃い。濃いのがね。三宅お前乗るなよ。なんで乗っかるの？二郎系精子が。バカじゃないの。俺ラーメンで例えるなよお前。二郎系とか。二郎系の。濃いけど二郎系はラーメンの中でもマシマシ。いいいいいい。マシマシとかニンニクを。ニンニクを増すとかどうでもいいから。いやいい。バリカタの。バリカタのとかいいですよ。バリカタの麺から。濃厚こってり。いいですね。食欲そそりますね。最悪だ。飯テロですよ、この時間からこんな話したら。極太麺、極太麺。極太麺。太麺チャーシューは肉厚で。チャーシューは肉厚でね。もう厳しいな。最低だ。ああ、厳しい厳しい。最低だよ、こんなの。厳しいですよ。ということで、だからね、もう僕たちの頭は今もうラーメンでいっぱいなんですよ、今。そう、この後食べに行くからね。ちょっとこの後ね。俺が出る代わりにラーメンおごれと。そう、ちょっとね、後輩にラーメンおごらす先輩に。ちょっとラーメン起ころうかなって思うんですけど、ね、お願いしますよ。ちょっとさ、何を？もうラーメンがさ、最近ちょっと僕あのマンネリ化してきてまして。マンネリ化？ちょっとさ、なんかあんまり新規開拓をしてないのか。してないんですよ最近。いろんなラーメン屋行ってないのか。そうだからまずあんまりさ、最近こういうラーメン食べる機会がなくてですね。三宅といえばラーメンだもんな。でも三宅は全然最近はどうした、誘ってくれないな。だから最近だからラーメンを食べに行ってないんですよ。そもそもね。そもそもだからもう誘ってすらいない。もうラーメンでしかないんだな。この僕の家の近くにあるこの俺たちの関係っていうのはラーメンでしか繋がってないんだな。そうだろ。寂しい。そうなの。いつでも替え玉できるよ。
やめてくれ。何回でもできますよ。上手に言うな、上手に。ラーメンと絡めて。だからさ、あの最近あの僕の家の近くのこのまさみっていう塩ラーメン屋さんに、肉まそばまさみ。港が一番美味しいって言ってる場所ですよ。そう、ここだからここのラーメン屋さんに最近一番最後にね行ったのがここなんですけど。あ、いや、まあ、勝利さんと行ったんですけど最近も。でもそこに行った時にもうめちゃくちゃうまくて、うまいなと思って、そっからちょっとなんかラーメンロスというか、ロスでもないけどなんかちょっとラーメンちょっとあんま、そっか。で、最近行きたいなって思ってた場所があるの？あの、ちょっとごめんなさい、ラーメンの話ちょっと気になったんですけど、何？これ何？これウイスキー飲んでんす、何これ？これなんで？水。あ、水こんなんに入れんの？すごいこれ。ほっせー、横から見たら。すごい。これ何これ？あ、ウイスキーが入ってたケースを。だウイスキーですよね。ラベル剥がして自分で貼り替えた。何してんすか本当に。すごいな。すごいすごいすごい、なんかちょっとでもおしゃれに見えるけど。こんなん車運転中になんか警察止められて見つかったらもう。絶対止められるよな。大変なことになりますよ本当に。一回止められるもんね。飲むじゃん。水だよ。警察にもね。水だよ。じゃじゃじゃもうその絡み方は酔っ払いだから。酔っ払い。出来上がってる時にね。なんか出来上がってる絡み方だから。飲むって。怖いってなんかキャンさんさそういうのだから。やめてくださいよなんかもう。個性を出しすぎるのは。やっぱね、キャラクターがね、すごいんすよ、キャンさん。俺のキャラクターこせんとダメだよ。そうですよね、芸人やるんだったら芸人だから、いけいけ、おい、こいつ超えんでいいわな、こいつ。だからさ、だからこういう個性的なキャンさんにも聞きたいんですけど、キャンさんが、あの、キャンさんラーメンとか食べます？お、実はですね、はい、大好きだったんですけども、はい、私豚アレルギーを3年前に発症しまして。あー、そっか。今全く食べれてないです。そうだ、豚アレルギー。豚アレルギーなんですよキャンさんは。そうなの。そうなんです。この豚ってやつですね。それは分からないですけど。だから沖縄ではもうすんごい生きづらい環境にやばい、だって豚料理ばっかりでしょ沖縄。ハラール料理を食べるしかないですね。ハラール料理とは。だからそういう宗教のヒンドゥーでしたっけ？イスラム系、イスラムか、イスラム向けの料理。歌を禁止されてる、はい、宗教系の料理しか食べれないんだ。まあそれはジョークですけど。そりゃそうだよな。成分表見てちゃんと豚が入ってないか確認してからしか食べれないですね。へえ、そうなんすね。ひき肉系はアウトです。なんで？ほぼほぼ。これなんで？理由は、あー、もう急に急に、普段、あ、その当時まあちょっとまあ設計事務所に勤めてたんですけど、普段通り別にあのお昼ホットモットの豚丼食べてたら、なんか急に風邪ひいたみたいになって、うん、ってなって、でなんか喉詰まり始めてってなってきて、どうしたの風邪ひいたのって言われて、パーッ、あ、いや大丈夫ですって言ってトイレ行ったら全部顔面がジンマシン。おお、怖ーっ、怖いっす。だからそうあるみたいですよ急に。僕の友達もエビ大好きなやつが急にエビアレルギーになって。嘘。そうね、やっぱなんだろうね、なんか好きな食べ物がちょっと食べ過ぎもダメなんですかね。なんなんだろう。なんでだろう、ね。食べ過ぎダメですよ。食べ過ぎが主な原因と、あとはストレスだったりその時の体調だったりもあります。へえ。これはちょっと勉強になるな。これちょっと治らないんですかこれは。これはおそらく治らない。うわー。まあ、でも。リスクが伴うので、はいはいはい、試そうとは思えないです。あー、なるほどね。やっぱそうっすよね。いやもうちょっとラーメン食えないわ俺、きついな。ちょ、きついっすよねだから。うん、俺きつい。でも最近食べれるの見つけました。お、なんすか？ローソンの白湯ラーメン。へー、白湯。白湯は鶏系か。白湯とかいて、そうっすね、うん、鶏ガラですよ。鶏ガラは大丈夫なんだ。鶏なんで。あー、よかった。鶏牛は大丈夫なんですか？鶏牛全然ないです。あ、なるほどね。今のとこダメなのが豚、猫、犬、ミルク。ちょっと待って。動物多いな。猫、犬は大丈夫だから食べなくて。いや、猫、犬、え、な、中国なの？違う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 。え？なんで食すんすか？なんですぐ食そうとする？食すっていう話じゃないんすか？いや、あるでしょ、犬、猫、アレルギーは。毛がね。触れ合うのもダメってこと？
触れ合うのもダメです。あ、実は僕のこの豚アレルギー、実は猫アレルギーが起因らしいです。へえ、そんなことあるの？そんな因果関係が。血液検査を受けた時に豚はアレルギーレベルで言ったら中間ぐらいなんですよ。6段階中の3。はいはいはい。ここまで激しい反応起こるはずじゃないんだけど、うん、だから猫が5ぐらいあるんで、猫のこのアレルギーをアレルギー成分を入れたまんま一緒に食すと激しい反応になるっていうのがあるらしいです。なるほどね。アレルギーとアレルギーの、はい、やば。三宅はちなみに犬ですけど大丈夫ですか？あ、僕犬じゃないです。さっきからちょっとあの痒いんですよね。ええー、毎週痒がってたんか。あのケルベロスって名前つけたあたりからちょっとなんか名前でもダメなんだ。三つ首の犬にでも反応するやし。ちなみにあのプロレスラーのウルトラソウキさんとかだから、いやいいよ、ソウキだけど確かに大丈夫でしょ。いやね、アレルギーきついっすね。勝利さんとかアレルギーあります？俺はハウスダストはダメですね。ハウスダスト出ました。出てはない。ハウスダスト出ましたよ。俺アトピーなんすよ俺。あ、アトピー。アトピーだし鼻炎だし。わー、いろいろ。だから僕も鼻炎なんですけど、鼻炎と喘息持ち。あ、そうなんだ。鼻と両とも喘息持ちだよね。両とも喘、だから喘息が、だから最近全然発症しなくて、うん、ちょっと治ってるんじゃないかなって思うんですけど。ああ、そうなんだ。大変だな。ちょっと三宅さんも豚ダメですよねって来てるんだけど、どうなの？あ、腹あるじゃないです。腹ある料理食べてないです。腹あるじゃないんだお前。はい。だからそれなんなんすか。それなんなんすか、それ。ボタバラ知らないんだ。世代ギャップだね。ラクダじゃないのって何？ラクダじゃないの。もはや乗られる側なの俺。三宅はラクダじゃないの。コブあるか俺。なあ、コブあんのか。あ、違う、これあのヒロミさんとね、うん、最近あの中地と、はいはい、このなんかあの人気も終わりで中地が、うん、あのこの FEC のマネージャーと2人で焼肉食べてて、ほうほうほう。でそこに一応ネタ合わせする予定だったんで、ちょっと僕も呼ばれて3人で焼肉食べたんですけど、はい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 、その時にちょっとビールも1杯ぐらい軽く飲んで、うん、ちょっとせんべろしないなってなって、おでそこからマネージャーと別れて中地と一緒に屋台村、国際通りの、はあ、なるほど。屋台村にちょっと足を踏み入れたら、うん、なんか見覚えある人いるなと思ったら、うん、あのヒロミさんとノリさん、あー、なるほどね、夫婦で、いまして、うん、一緒に飲んでけみたいな感じで、一緒に飲んで、おごってもらって、はい、もう一軒もおごってもらいまして、やば、でもう、ありがとうございます。でそこからあの、うん、このオリジンのこのアイムさんが、はいはいはい、経営してるガナハベースに行ってきまして、うん、そこでもいっぱい飲んで、その時にあの僕のこのタバコ吸ってるタバコの銘柄がキャメルっていうラクダの絵が描かれてる。あ、なるほどね、はいはいはい、やつなんですけど、それを見たヒロミさんがあの後日ツイッターでなんか、三宅はこういう顔でラクダ吸ってる、やっぱりなんかそっち系なのかなっていう。あ、なるほどね、話をしてて、うん、ラクダかなって。長長いだろ。長い経緯があったんだね。いい、長いんだよ。そういう長い経緯。長いんだよ。まあ別に盛り上がりもせず。別に盛り上がらないけどな。そんなコメントしてくんじゃねえよ。いやいやいや、お前ヒロミさんは全然悪くないからな。ごめんなさい、ありがとうございました。あの、お前がキャメル吸ってるから悪いから。あの先生は本当にありがとうございました。本当おかしいだろお前。楽しい時間でした本当に。そうなんだね。だからラーメンよ。この後のラーメンにもうだから、ラーメンで頭がいっぱいだから、もうそんな面白い話とかできないからさ。どこ食べに行くの？だからさ、ギノワンってさ、うん、意外とラーメン屋あるんすよね。あるんだ。でもさ、うん、大体がこのもう本当に8時とか9時とかにはもう閉まっちゃうのよ。閉まるよね、早いよね。だからさ、あの夢を語れっていうさ、そう、ギノワンにね、龍大の横に二郎系のラーメンができたんです。ガネコあたりでしたっけ。そうそう、もう龍大の真ん、はいはい、ま、前ですよね。北の、はいはいはい、真ん前なんですけど、うん、食べに行ったんですよ。はいはいはい、美味しかったっす。だけど夢を語れって名前で、うん、本当に夢語らされる。違う、あのどういうことなんですか。本当に俺びっくりして、語らされるんすか。そうそうそう、なんか食べ終わって、はい、でかえ、ごちそうさまでしたって帰ろうとしたら、うん、お客さん夢とかないですか。嘘。うん、そんなんなの。と思って、やばと思って、どうしよう。やばいやばい、なんて言ったんですか。まあまあ今あの僕あの公務員目指して頑張って嘘ついて、
いやだってきついさ、だって芸人目指してます、ね、語れよ夢。いやちょっと熱くなっちゃうじゃん。いや店員さんも熱くなってくれてんだから熱くなれよ。なんでお前そんな熱くなってんの。熱くなれよ。やばいだろお前、本当に。だ夢語らされて、しかもなんかみんな聞くんすよ。あ、みんなに。うん、あ、ちょっと待って、ちょっとごめんなさいね、ちょっと一旦中断しますけど、うん、日賀亮斗くんからちょっと電話がかかってきた様子なので、ちょっと、うん、撮ってみたいと思います。撮ってみて、うん、あれ大丈夫。じゃあかけてみますね。ちょっとね、過ぎちゃったみたいね、うん、もしもし。あら、あ、亮斗くん、もしもし、どうも亮斗。はい、デコボコトラベリング亮斗です。あ、亮斗だ。こんばんは。今どこにいるんですか。今ですね、東京の、こっち渋谷にいます。渋谷、あ、すげえ。はい、あら、今何してる、何してる。実はですね、はい、ある、撮影がありまして、東京に来てまして、お、それで今僕東京にいるんですよね。ちょちょちょ、今何してるの。それでね、そのいろいろあってね、お酒飲んでんだ。お酒飲んでる。ギャルとお酒飲んでる。ギャルとお酒飲んでる。めっちゃいいな。なになになにそれ。ギャルに変わってよ、ちょっと。いや、おかしいだろ。ギャルには変われないだろ。なんでギャル出すの。三宅、総理さん、三宅。りょうと、っていうか、お前なんかがラジオ休むせいで俺出る羽目になったやし。総理さんと三宅よ、まず。何よ。1分前に来ただろ。1分前に。なんでわかる。なんでわかんの。俺とかにヒヤヒヤしながら見てたよ。また始まらんな、また始まらんなって。来ないんじゃないか、来ないんじゃないかって。キャンさんも、うん、めちゃくちゃ心配して俺に LINE 来よった場合は。あのね、そうなんすよね。水曜日のダウンタウン見てた。水曜日のダウンタウン見てた。水曜日のダウンタウン。水曜日のダウンタウン見てた。見てた。うん、勝利さんの車で。ギリギリまで。お前ぶち殺すぞ。こっちは出てやってんだよお前らのラジオに。なんだよなんだよ。そうだよ。なんだお前。出る。聞いてくださいよ。どうした。明日もネタがありまして。明日ネタやるね。お。明後日も4本ネタやるんですと。おお、すごい。すごい。4ステージ。ガクブル緊張してますよ。頑張ってよ。うせえ。はぁ、キレキレ今すぐ。帰りは、帰りは、帰りはベロンベロンに寄ってます。しっかり東京楽しんでるやし。あのさぁ、勝利さんと三宅、うん、どうしたの。やばいな、東京って。なになになに、どうした。無限大ホールも見に行ったんですよ。おぉ、最高ですね。吉本無限大ホール、うん、出待ちがえぐい。あ、いっぱいいるんだ、うん、だからもうなんか一応寂しくなって今日。そうなんだ。普通にお前らに会いたかったの本当は。りょうと、やめて、照れる。すぐホームシックなってるやし、こいつ。いやもう本当は帰りたい。帰るな、帰ってくんなお前はもう。いやもうたくさん吸収して成長したデコボコを見せてくれ、これから。そうそう、頑張ってよ。ヤンケンと勝利さん元気ですか。元気元気。元気だよ。ちゃんとラジオ今やってる。ちゃんとやってるよ。やってる。ちゃんと公共の電波に乗ってるよこれ、まあ、今からのお前発言次第だけどな。もう何ラジオが。ちょっとなんでずっと喧嘩越しなの。なんでそんの。電波が悪いわけよ。そうなんだね。りょうと、じゃあ頑張ってよ。頑張ります。すいませんね、うん、面白いこと言えなくて。いや全然いいよ、お前はいつも面白いよ。三宅、どうした。三宅、どうした。あの三宅、ギリギリセーフ。怖いもん。ギリギリセーフだよ今のところ。何これ何これ。早く行って、早く行って、今ギリギリだから。ソリさんは彼女できないんですか。何の話してんの。ギリギリアウトだわ。東京から電話でする話じゃないだろこれ。一応マジで東京楽しみますので。うんうん、今日1分前に来たんですよね。そう、うん、じゃあデコボコトラベリングは毎回2時間くらいやるんですよ。そうだよな、うん、やるね。今日1時半までいてくださいね。絶対いいや。ラーメン食いに行くから。嫌です。嫌です。本当にありがとう。
とうございます。ありがとう。もうあのちょっと待ってくださいね。誰か変わりましょうね。いや変わらんでいいよ。変わらないでいいから。じゃああの僕が最近ナンパした女の子。本当に？さっきナンパした女の子に、すごい、うん。ちょっとインタビューしましょうね。お願いします。うん、誰え誰だろう、うん、はい、誰だろうな。ナンパしたんだりょうとか、あのもしもし、あれ、あれ、あれ、耳なじみある、耳なじみある前田夏樹っていうボケなのかなと思って。もしもし、耳なじみある男の声だよ。誰かお前は。あれ繋がってないな。もしもし、繋がってるよ。ベロンベロン帰り。ベロンベロン帰りじゃん。ベロンベロン帰り。帰りどんなですか、東京は。帰りです。はい、東京どうですか。東京めっちゃ楽しいっす。いいねいいね。今何してるの。今肉横丁ってところで飲んでます。いいねいいな。何、何それ。めっちゃ楽しそうだ。肉料理があるお店がいっぱいあって、おそこで飲み食いできるっていう。素晴らしい。いいな。めっちゃいい。本当に超楽しい。あしっかり楽しんでる。明日はネタでしょ。はい、明日は漫才やるんでしょ。ネタやる。そう、明日もネタやりますね。うん、明日早いの。朝は明日一応朝9時半ですね。まあまあ早いな。いや早めに帰ってゆっくり休んで。いや、これからあの5時間ぐらいまで行きます。ちょっと待って。やばいね。バカじゃないのお前ら。バカじゃないの。そうだな。クラブとかも行きますか。お前らも1分前に入るなよ。そうだよ。お前気をつけろよお前ら。じゃあ、はい、頑張ってよ帰り。しっかり楽しんでね。いやもう本当にマジで楽しんで、うん、吸収して帰ってきます。ねえ、いろいろまた話聞かして、うん、はい、ぜひもう楽しみにしてるよ。飲み行きましょう、みんなで。飲みに行こう、みんなで。あ、聞かせていろいろ話 ね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。こいつら東京行ってさらに面白くなくなってます。いやいやいや、そんなことないでしょ。いやでもね、めっちゃ楽しそう。楽しそう。いいな。肉横丁、ちょっとまあ気になることがいくつか ね、ありましたけ ありましたけど出待ちが多いと。出待ちね、うん、FEC はなんなら芸人が出待ちしてますからね。そうだね。そうだね。もう芸人側からもそうそうそう、客に歩み寄ってますから。それもそれでいいことですけど、出待ちが多いのも羨ましいですね。羨ましいな、うん、で、りょうとは三宅が今 LINE で多分その出演できますかみたいなのを聞いたわけでしょ。そうだね。でそしたら電話かかってきたわけでしょ、うん、俺ね、デコボコ2人にこう東京行くにあたってこう応援メッセージを送ったんですよ。あっ、かっこいい。頑張っていろいろ吸収してきてね、うん、みたいな、うん、帰りは返事来たんですけど、リョートはまだないですね。返事が。あの、リョートに関してはこういう一大イベントがある前は、うん、もう自分のことで精一杯になるんで、あの、そっとしておいてください。LINE の返事とかもできないんだ。リョートに関してはそっとしておいてください。で、あと一個気になるのがあって、勝利さんは彼女できないのかって、その三宅を何回も亮とか三宅三宅って連呼した後に、うん、勝利さんは彼女できないのかって亮とか聞いたよね、うん、いるってこと。今三宅に彼女がいるってこと。いや、どういう推理それ。え、怖い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 。何俺にしか聞いてないってことは、怖怖怖、三宅には今彼女がいるってこと。いやいやいや、そのええ、どうなの。返事して。実は僕、うん、宮健、うん、彼女が、うん、まだいません。ちょっとまだいませんってことは、まだいません。ちょっとこれはちょっとあれじゃない。なんかよかったですね、世の宮健ファンの皆さん。まだ僕は彼女がいません。別にだけど、別にだけどもねえ、どうもね、もう何、勝利さんは彼女できないんすか。俺できない、できないです。なんで。え、なんでだろうな。勝利さんさ、だからね、もうポテンシャルは高いじゃないですか。そうね、そうねって。いやいやいや、そうなのかな。だからポテンシャル高いのに、嬉しいけど、ポテンシャル高いしさ、うん、こう龍大めちゃくちゃ頭もいいし、うん、しかも土に詳しい、うん、まあまあまあ、これはプラスなのか分からんけどね、うん、もうめちゃくちゃなんかお笑いに関してなんかめちゃくちゃ変態。もうなんかいろんなことに、なんか悪い要素じゃない全部。いやもういい要素ばっかりじゃないですか。いい要素なのこれ。うん、清い、清いって童貞ってこと。清い、清いしね。いやそれはもう関係ないじゃん。俺らディディ。
TT だろそれは。トワイスみたいな。両ととやってんだろうな。誰がトワイスが、トワイスが DT ってやらんだろうよ。両とと毎回やってんだろうなこれ。ちょっといろいろコメントも来てますよ。お、すごい両と頑張れって両と。すごい両と頑張って。見てる？ね、キャーってもう黄色い歓声も上がってますからね。でこぼこ明日頑張ってって。いろいろ言ってますよ。りょうとくんいい子だねとかね。無限大行ったんですか？羨ましすぎますって、あすかちゃんが。いや無限大羨ましいよ。今日誰か出てたのかな。無限大の方がだって割とその有名な芸人さんとか出ますからね。からね、9月とかよりもすごいですよ。うん、で、今日東京に移籍したばかりのボンジョルノさんが無限大で出番があったとかなんとか。ええー。うん、ボンジョルノも頑張ってるよね。ボンジョルノも頑張ってくれ。本当に。あ、同い年ですか？同い年、俺と。同い年なんですね。うん、ちょっとやっぱね、ライバル意識とかあるんすか？ないっす。ないすか？ないっすか？ない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 。あ、そうなんすか。じゃあ、うん、ボンジョルノさん、頑張ってください。そうそうそう。いや、それは当然ありますよ。いや、まあありますよ。やっぱ意識しますよね、同年代の芸人っていうのは。同年代の芸人はやっぱみんな意識する。やっぱでも一番やっぱ意識しちゃうのはやっぱ四千頭身。同年代というか同い年ですからね、本当にね。悔しいよね、あんなに出られると。オールナイトニッポンやってんだぜ。やばいよね。やばいっすよね。同世代で一応もうやめたくなっちゃう。四千頭身とか見てると。いや、もう本当にすごいっすよ。芸人をどう売れるかですよね、もうね。頑張りたいね。ターニングポイントで負けたくないですね。だからさ、リョートとかもさ、うん、この東京行ったきっかけでね、東京でなんか目つけられて、おもしかしたらなんかね、あるかもしれないから、ね、れないじゃないですか。両党とか帰りとかってキャラクターが花がありますからね。花もあるしキャラクターもいいしさ。キャラクターあるから、うん、いけるんじゃないですか、ちょっと、うん、ね、頑張ってほしいですね、でこぼこには。頑張ってほしいよな、マジでな。まやちゃん、まやちゃんって、まやさん。二人に彼女いないのは両党くんと並んで不思議でも時間の問題かもねって、ほら、できますよ。いやね、できるのよ。厳しいね、清いしね、いし俺たち DT。 やんなやんなやんな、勝利数、やんなやんな、勝利さんまでやったらもう収集つかんって。いつまでも記憶あれお前は。ごめんごめんごめんね、もうとにかく30代。やばいやばいやばい、やだ、あと8年か。もうこじらせてください。とりあえず彼女作ろう。とりあえずね、頑張ろう。金持ちの彼女作りたい。紐でいい。俺は紐でありたいんすね、勝利さんは。紐でありたいというか、もう俺が金持ちになれればもうそれでいいんだけど。いやでもさ、だって下積みは相当金ないですよ、俺もやばいっすからね、本当に。給料本当にやばいっすからね。いやだから僕、給料本当にやばいよ。いや本当にやばいっすよ。ありえないよな。ありえないもん。生活できてるのが不思議なぐらい。本当に本当にほんバイトの8分の1ぐらい。まあ、そうっすね。本当にそんなもんなんですよね。本当にやばいですよ。僕に関しては8分の1にも満たないですけどね。俺本当これ言っていいのかな、マイナス24円の月があったんですよ。マイナス。何をその24円引かれたんですか。なんかその前の月で、はい、なんか間違えてちょっと多めに給料入れちゃったみたいで、24円じゃなくて間違えて、そう多めに給料入れちゃったらしくて、で次の月でその間違えて入れた分を差し引いたら、その次の月の儲けを超えちゃったっていう。そしたらマイナスになった。24円、おかしいですよ、ね、おかしいな。ほんと給料ないんだから、んーもうほんとに紐になろう最初は。で紐になった分こう恩返ししてあげるみたいなね、あとあとね。CM です。いや雑だな。紐になりたいな。40以上だったらいっぱいいるよ。ああ、40以上。そっか、40歳以上ね。40歳以上、俺も誘われるよ。そうなんですか。40以上には思ってるけど、俺は親が52だから40以上は無理。あ、近い、俺の方が近いのか。親 52? めちゃくちゃ若いですね。これ20歳の頃。まさかの親は同級生ですよ。すげえ。すごいよな。で絶対遊んでただろうって言ってるけど、親に。はぁ、真面目じらしてるけど。真面目じらしてる。親になったんですよ。そうなんだね。絶対真面目じゃなかっただろう、親は。すごいなぁ。きっと真面目。若くして。じゃあ、まもなく。はい。
デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール。つまらないです、ね、つまらないですねだからあ、ジングル作りましょうよ、ちょっとジングルね、はいはい、ジングルを作れば、作るんですよね。作りましょう、作りましょう。うわやばい。勝利のケルベロスで、勝利と三宅の勝利のケルベロスっていう感じの、うん、なんかちょっとね、個性を入れて、勝利と三宅の勝利のケルベロスって同時に言うわけね。ちょっと個性を出しつつの、はいはいはいやつをちょっとやってみましょうよ。はいはいはい、オッケーオッケー。行きましょうか、じゃあ行きますか、うん、じゃあ行きましょうか。はい、いいですか。あの、すいません、道を教えてほしいです。あの、僕もここの人ではありません。勝利と三宅の勝利のケルベロス。なんかこれ、なんかこれ個性出しに出しまくりすぎるだろこういうことでしょ個性の出し惜しみも大事だよここで全部出しちゃってるぞ、もうこういうことじゃない。採用ですね。採用ですよね。採用。こういうことですよね。そういう、そういうことですよ。すごい。そういうことですよ。採用でございます。採用でございます。素晴らしい。ジングルできましたね。焦った。怖かった。だから俺も勝利さんとこのあのーの時点でもう不安で仕方ない。何しだすんかな怖かったね。怖かったよかったよかった。でもよかったよかった、みんな草生えてくれてる。いやーありがとうよかったよかったよかった、ありがとうございますね。あすかちゃん、この間佐賀のローカルラジオの NBC ラジオ佐賀っていうラジオ局が学校に来てたのですが、はい、NBC ラジオ佐賀県って言おうとしたら何回も RBGI ラジオって言い間違えたので人気ラジオの宣伝も教室でしときましたありがとう、もう佐賀にまで、佐賀にまでね、人気者の響いてますよ、響いてますよ。三宅もだって三宅人気者ラジオのメンバーになる、日が近いですからね。近くはないだろう、きっと。ええ俺はあのキラキラしたメンバーの中に入れません僕は俺も苦しいもんだってちょっと苦しいね、あのメンバーの中に入る。いやもうだからさ、このこれなんか来週か、うん、来週人気者っていうこの高校生のイベントがあるじゃないですか、三栄、うんね、メインプレイスで、うん、那覇メインプレイスでありますけれども、あのさ、なんかツイッターの公式ツイッターみたいなのあるじゃないですか、人気者の、はい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 、あのさ写真とか見てたらさ、キラッキラッキラッキラしてんじゃん。すごいよね、だって高校生って高校生なんでしょ、もうみんな。今日さ、はい、俺の弟の、うん、こう彼女とののろけ話を聞かされたんですよ。あ、弟から。そんな話もするんだ。そう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 、彼女いてみたいな、はい、こういうこうこうこうでっていう話を聞いて、でちょ彼女写真見してみたいな、うん、見せてもらって、でこう2人がちょっとイチャイチャしてる動画みたいなのもね、はいはいはい、こう見せてもらって。見せてくれるんだ。見せてもらって。すごい弟だな。めちゃくちゃ可愛くて、なんか、あ、そうで、あの頃ってそうだったよなってなって俺なんかすごいなんかタイムスリップしたような気分というか。あ、もう自分と重ねてね。そうそうそう、ピュアな心を思い出していや今できないよね、あんな恋愛。いやもうピュアですからね、高校めちゃくちゃ可愛いの。おいくつですか、勝利さんの弟は。弟高3。今高3。もうめちゃくちゃ可愛いのよ。なんか2人でびっくりドンキーって、なんかこう動画を撮ってるわけですよ、弟内緒でね、動画を撮ってるわけですよ。でそして相手の彼女の女の子もなんか携帯触ってるんですけど、相手の女の子もちょっとなんかこんなに動画撮ってて、おお、あっちもね。そう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 、で何してるよみたいな弟が聞いて、で動画撮ってたみたいな感じがこう言って、で俺もみたいなの見せて、ちょっとみたいなやり取りをしてるわけですよ。あ何このピュアさ。かわいい。かわいいな。かわいいよ。めちゃくちゃかわいい。そんな恋愛してよそんな恋愛してよしたいよね。してくださいよ、これから和正さんは。そんな恋愛せずに通過してよ、ね、してこなかった。だお前の彼女とはそうだったよね。
まあまあ一番最初の彼女はね、最初とかはそうだったよな、もうピュアでしたよ、ピュアだったよな、ピュア中のピュア、可愛い恋愛してたよな、もうめだから二人目の彼女からもうセックスから始まる恋でしたから、二人目に関しては、そっかお前は童貞じゃないのか、二人目に関しては、ね、お前は童貞じゃない、お前はこいつは童貞じゃない、童貞じゃないですよ、俺たちは D T、恥ずかしがるな。すいません、ミキサーがあんな一生懸命やってんだからちょっとやっぱ恥ずかしがんなよおい、これってあんまり面白くないじゃないですか。あ、怒った、怒った、やばいやばい、なになになに、宇宙人との遭遇の名シーンだこれ、あ、あ、DT ET みたいな感じで DT をやるっていうやつ、ねえ、ED じゃねえ、ET とか言って ED じゃないべ、やめれやめれこんなの、やめましょうやめましょう、公共の電波乗ってたらダメだよこんなの、面白い面白いじゃないここ人気者なんかうちの会社も取材行くっぽいですよって、ヨナミネちゃんは何で働いてるんだっけ、塾講師だっけ、ああ塾講師なんですよね、ヨナミネちゃんは忘れちゃったな、内地なら普通に働いたら月30万もらえるって、うち沖縄来て3分の1になりました、沖縄やっぱ賃金安いよ ね、 そうすね、賃金的なことに関してはね、沖縄はあんま恵まれてないですよね、シプリムさん盗撮って盗撮じゃないですよ、盗撮してんの、盗撮ではない、盗撮なの、まあ、盗撮だけど、違う違う違う、盗撮ではあるけど黙認されてるじゃないですかやっぱ彼女から、彼女ですからね、それ見て可愛いっていう勝利がピュア、本当にこれ本当に俺ピュア、清い清いです、あなた清いかな、いやでももうすさんでますよ、もうねだいぶすさんできてますよ、すさんできてますよ、もうヒゲも濃くなってきてる、なんかだんだん、いやそれ関係ないだろ男性ホルモンに関しては関係ないだろ、だんだん濃くなってきちゃって、だからさもうピュアな心取り戻したいよね、そろそろね、本当に取り戻したいな、あれは本当にあの頃にはもう可愛いって思っちゃった、取り戻そうとても戻れないじゃないですか、もう絶対、うんうんうん、積み重ねたゲスさがあるんで、もそうだよな、取り戻せないじゃないですか、もうゲスだもんな完全に、うん、どうするダメだよもうダメだよ、こんな俺たちが高校生のイベントとかに加担したダメなんですよそういうの、本当は本当はダメなんですよ、本当はダメなんだよな、本当はダメだから高校生はそう、心は高校生のコウタが立ち上げたわけだから、ああそっか、コウタはいつまでも花あるな、最近コウタと会ってお、マックでおしゃべりしたんですけど、はいはい、やっぱコウタはいつまでもやっぱあの花がある、キラキラしてますよね、キラキラコウタはね、すごい、でコウタが立ち上げた、このコウタが企画したやつですから、うん、あだって人気もラジオなんてコウタがの企画に乗っかってるだけですからね、すごいっすねコウタはねもうコウタすごいよ、だからコウタの行動力はさもう本当に、うん、ああいう感じになりたいよね、なりたいですね、もう普通に憧れますよね、うんうん、コウタかっけーよ、一個下ですけど尊敬してます、すごい、うん、本当にコウタすごい、だからちょっと近々こうたからさっき連絡来て、近々会おうっていう約束したんで、ちょっとね楽しみですね、こうたに会えるのか、すごいな、だから今度呼びたいんだよな、カマルの放送実行委員会にこうたを、あすごい、旧相方と、そう旧相方と現相方でどうなの、やっぱそういう気まずさはないんだ、全然、いや全然ない、だから言わばこうたが僕たちコンビをくっつけた、なるほどねって感じですからね、うん、俺は FEC を辞めるからお前らがくっつけと、だから三宅ちょっとお笑いやる気ないかって言われて、うん、あちょっとやりたいってなって、なるほどね、中地に行っとくよっつって、中地と二人でガスト行って、最初の打ち合わせガストだったんですよ、あそうなんだ、ガストこねって、なんか俺も中地といるぜみたいな動画撮ってるんですよ僕はそしたら中地もなんか携帯いじりながらなんか動画撮ってるんですよそしたら俺の弟やしお前めっちゃピュアやし、ピュアでしたわ、何それ、ピュアでした俺たち、いやピュアなことしてんじゃん羨ましい、ふぅすげー素晴らしい、落ち着けちゃいました、いいですね、ありがとうございます、じゃあラーメン食べに行きましょうか、ラーメン食べに行きましょうか、今から2分あるけど終わっていい、ええ、ダメだろね2分ぐらい我慢して空腹はそっかそっか、ちょっともう口の中がねもう背脂してるんで、背脂してるな、この辺お腹すいたね、お腹すきましたね、ちょっとなんか食べ…豚アレルギーだからいけない、致命的なんだよな、かわいそうに、でもいいっすもう泣いてんじゃん、だもう今日特番でね、もうどこのラーメン屋行く、マーヤさんが聞いてますけど、どこのラーメン屋行くのかな、あーもう悩みどころだよねこれはね、近くだったら早手丸、
あ、早手丸久しぶりにちょっと行ってみたい感あります。本当に空いてるの？おい、空いてる空いてる空いてるんだ。遅くまで空いてます。行きます。早手丸、早手丸にしましょう。早手丸に行きます。決まりました。早手丸さん待っててください。僕たち二人で行きますから。待ってて、ね、何食べる？僕はあのあのね、早手丸のね、ちょっと辛めのなんかラーメンがあるんですけど、めっちゃうまかったんですよこれ。食べようかな。じゃあそれにしようかな。ちょっとそれちょっと今日食べてみてください。おう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 。僕は違うラーメン屋に行くんだ。違うばい。ごめんなさい。ラーメン屋も違うばい。天下一品。おかしいだろ。天一もいいな。はい、もう早手丸で決定したんだから。俺たちがこうなったら一生決まらないですか、本当に。ガリュー屋、ガリュー屋いいな。もう決まらんって。だからいろんな候補出さないでも早手丸で決まったんだから。あ、メガネロック先生に相談したって。あのメガネロック先生はあのツイッターでね、あの、はいはい、大谷とラーメンっていう、ね、あのめちゃくちゃ痛いことをしてます。みんなに情報発信してるんだから、大谷さんもちゃんと。本当にたまに美味しそうなの回ってくるから。そうそう、回ってくるんですよね。ちょ、本当に聞いた方がいいかもしれないな。ちょっと聞かせてもらいますね。いいかもしれない。ということで放送をお送りしました。何でしたっけ？勝利と三宅 の勝利のケルベルス、ね、どうでしたか？ね、楽しかった。また会う日まで、うん、皆さん待っててください。わおー、すいません、ケルベロス。ケルベロスだ。いいねいいね。コンセプト決まった。決まりましたね。決まりましたね、ちょっと。さあ皆さん、でもあと4分か。あと4分のツイキャスだったら、まあちょっと、まあ、これぐらいはね、しましょうか。ありがとうございました、ね、本当に皆さんね。皆さんありがとうございます。いや本当このコンビ最高ですってね。何気におもろかった。厳しめだろ。厳しめだよ。ありがたいもん。すみさん、はやてまるですよ。はやてまるね、ちょっと最近行ってなかったな。はやてまるいいな。いやちょっと待ってよ。悩む悩む、今ここで悩んじゃう。天一もありだな。天一もちょっとありなんですよね。いや、早手真似しよう。早手真似しますか。もう、そうしよう。待って、俺もないと思う。天一もう、もう、はらはらどうする。天一の口になってきてる。天一の、天一と早手丸多数決取りましょう。お、じゃあ天一がいいと思う方は赤のボタン。違う。そんなのデータ放送じゃないですか。データ放送みたいなことしないから。天一か、何？天一か、はやてまる。ちょっとポン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 って送ってみてください。お願いします。北海道ラーメン。北海道ラーメンね、あのだから国際通りにあるじゃないですか、あの味の時計台っていう。北海道ラーメン。ドンキの、ドンキの。スクランブルのところから。そうあっち行ったことあります。何、美味しい？あ、前行ったんですけど、うん、普通に美味しかったですよ。味噌ラーメンね、やっぱり北海道のこの味噌バターラーメン。うわ、うまそうだな。もうだからこの寒い時期に本当に食べたいですね。うん、普通に あっちもありだな。花月とかもありだな。花月とかもね、安杯にうまいんですよね、本当に。うん、あれだな、全然うまいのよ、花月。花月は敵だからダメかって。いや別に吉本関係ないですから。京都の天一は食べられないって。じゃあ流行ってまるがいいのかな。来週博多駅に用があるのでラーメン食べるのありですね。知らんよ、ね、いいな、めちゃくちゃいいな。本場行ってきます。行ってきますね。知らんよ。冷たいな。いいですね、本場の羨ましい。博多ラーメン食べたいよ。昔一蘭好きやったけどな。一蘭美味しいっす。一蘭美味しかったっす。なんか気まずいな、ラーメン食べすんの。ちなみに中洲で毎年屋台に行ってた大学生時代。うわー、そうなんだ。すげー、中洲の屋台は行ってみたいですね、本当に。トンドーという新たなね。あらららら、もういろんなの出てくるじゃん、もう。やばいな、ラーメン食べたくなるじゃん。一応多数決の結果、はい、何、多数決の結果何。なんかいろんなラーメン店を送ってくれてるだけで、あの多数決にはなってない。なってないんだ。最悪だな。お腹すいたな。今日はあの先よく帰宅ということで。嘘だろ。お疲れ様でした。嘘だろ、三宅。嘘だろ。ちょっとラーメンの話しすぎて、ちょっと口もうお腹いっぱいになっちゃった。嘘つくない。お願い、三宅。
お腹の中がもう許さん、マジで許さん。はやてまるにしましょう。はやてまるにしますか。じゃあはやてまるにしましょう。はやてまる行きたいと思います。ということで皆さんもラーメン、はいはい、どうでしょうか。この時間からのラーメンはね、最高ですね。最高ですよ。うん、うん、最高。気まずいな。まずずっと気まずいんだよ。後ろの人気まずいな。ということで皆さん、うん、いい週末を。ありがとうございます。お送りください。さよなら。また来週。さよなら、バイバイ。18